新型コロナウイルスの感染拡大を予防するため、国が提示する新しい生活様式に対応しようと、スーパーマーケットではさまざまな対策を行っています。泉区のスーパーマーケットです。入り口のすぐそばには、このようにアルコール消毒液が設置されているほか、店からのお願いとして少人数での来店、そしてマスクの着用、さらに比較的混雑が少ない時間帯での買い物を呼びかけるポスターも設置されています。入り口の掲示では、混雑する昼の前後や午後4時から6時までの利用をなるべく避け、それ以外の時間帯に来店するよう呼びかけています。また折り込みチラシでも、少人数での来店やマスクの着用などを求めています。さらにレジカウンターに飛沫防止シートを設置したり、会計を待つ客は2メートルの間隔を空けて並ぶよう目印をつけるなどして、日常生活の中で感染を予防する新しい生活様式に対応した環境づくりを進めています。時刻は午前11時を過ぎたところです。少しずつ店内が混み始めてきましたが、並んでいるお客さんはしっかりと2メートルの間隔を保っています。惣菜コーナーでは、これまでトングで取る形だったコロッケなどを一つ一つパック詰めにして、食品に飛沫がつくのを防ぐ工夫もしています。よくできてると思いますよ。で、私は割と空いてる時間に来るから、なるべく回数を少なくするとかですかね。できるだけ早く買い物を済ませるように心がけてます。あとメンバー様からの声も、安心して買い物したいしということで、始まりました。今の取り組みはもう日常の生活の中にスタンダードになっていくのかなというふうに感じております。